斎藤恵子さんが芸能界で長年愛され続ける彼女しかし彼女の私生活は薬学部を目指した高校時代から始まる意外な過去野口五郎さんとの熱愛報道そして80億円の負債を抱える夫との離婚を経て140億円資産家との再婚に至るまで数多くの試練と転機に満ちています今回はそんな彼女の知られざるエピソードを深掘りしていきます斎藤恵子さんの輝かしいキャリアの始まりから 私生活に隠されたドラマチックな物語まで、驚きと感動の連続です。さあ、この旅にあなたも一緒に出かけましょう。まずは斎藤恵子さんのキャリア初期と私生活に焦点を当てます。彼女の物語は、九州大学の薬学部を目指して勉強に明け暮れた高校生から始まります。しかし、運命は彼女を文系の道へと導き、熊本大学教育学部への扉を開きました。1982年 彼女の人生は大きく変わることになります。JAL 沖縄はキャンペーンガールに選ばれたのですが、その年に起きた日本航空350便墜落事故の影響で、キャンペーン活動はほとんど行われませんでした。しかし、この出来事が彼女の芸能界入りのきっかけとなり、多くのドラマ、映画、バラエティ番組への出演へとつながっていきます。斎藤さんの才能は単にスクリーン上でのみ輝くものではありませんでした。 学生時代からの努力と勉強への情熱は、彼女を成功へと導く重要な要素だったのです。教育学部で心理学を専攻し、教師を目指していた彼女にとって、芸能界は予期せぬ転機でした。それにもかかわらず、彼女はこの新しい挑戦を受け入れ、その後の人生を彩る多くの機会をつかみました。この時期は、斎藤恵子さんのキャリアにおける重要な転換点であり。 後に多彩な才能を持つ女優としての地位を不動のものにしていくことになります次は斉藤恵子さんと野口五郎さんの関係についてです二人の関係はテレビ番組での共演をきっかけに急接近しその後急速に距離を縮めていきます斉藤さんと野口さんは一緒にハワイを訪れたり斉藤さんが野口さんの自宅を訪れるなど愛を育んでいました当初は共に交際を否定していたそうですが 野口さんが完璧な女性だと思うし、可愛い人でもある、婚約、結婚なんて文字が僕の心の片隅にもきっとあると思う。彼女は恋人ですと語るなど、次第にオープンな関係になりました。結婚間近と思われた二人ですが、結婚を考えていた時期もありましたが、最終的にはうまくかみ合わず、交際4年後には破局を迎えます。野口さんは家庭を持つよりも仕事をしたいという思いが強かったことが、破局の原因だったとされています。 この経緯からも芸能界の複雑な人間関係や感情のもつれが垣間見え、二人のロマンスは多くの人々にとって興味深い話題を提供しました。芸能界のキラキラとした表面だけではなく、その裏で起こる人間ドラマに焦点を当てることで、彼らの人間性や当時の世間の注目度がより深く理解できます。次は斉藤恵子さんの結婚生活と離婚についてです。1997年7月、 斉藤恵子さんは実業家の木本博人さんと結婚しました。この結婚は、二人が友人を介して知り合った後に身を結ぶものでした。しかし、木本さんは既婚者であったため、この関係は始まりから不倫という複雑な背景を抱えていました。不倫の末の結婚であったにもかかわらず、木本博人さんの前妻は斉藤恵子さんに対して、いつまでも幸せになってねとの言葉を送りました。 斉藤さん自身もこの理解と指示に対して嬉しいとコメントしています。しかし、斉藤恵子さんが再婚した夫、木本博人さんには80億円もの負債があることが後に発覚します。この事実が公となった際、斉藤恵子さんは再建者への誠意や仕事に対する姿勢を見て、とことんついていこうと思いましたと夫への愛と指示を表明しました。これらの言葉からは、斉藤恵子さんが夫を深く愛していることが伝わってきます。しかし、か この結婚も2008年5月に離婚に至ります。離婚の原因について斎藤さんは価値観の相違とコメントし、離婚後も友好的な関係を保っているとのことです。この一連の出来事は、斎藤恵子さんの私生活における高い波を浮き彫りにします。孔子ともに多くの試練に直面しながらも、彼女は前向きにこれらの困難を乗り越えてきました。この物語は、彼女の強さと柔軟性。 そして人生において大切なものを見極める洞察力を示しています。次は斉藤恵子さんの再婚と現在の生活についてです。2011年11月、斉藤恵子さんは人生の新たな章を開き、15歳年上の中村忠さんと結婚しました。中村さんは通販会社ショップジャパンを運営する、株式会社王、マーケティングの創業者であり、その資産は140億円とも言われる大富豪です。この再婚は、 斉藤さんにとって前夫との離婚からわずか3年後のことでした。再婚が発表された当初は、2人の間の年齢差や、相手の親族からの承認が得られていないという噂もありましたが、斉藤さんは新たな生活を始めました。再婚後の斉藤恵子さんの生活は、多くの人が羨む悠々自的なものとなりました。斉藤さんの自宅は、都内の高級住宅街にある豪邸で、エレベーター付きの3階建てで、 ガレージには高級会社が並ぶと言われています中村さんからプレゼントされた高級会社の中には、約1700万円もするものもあり、その豪華な生活ぶりは多くの話題を集めました。さらに、自宅のリビングは広大で、天井は6メートルの吹き抜けであり、高級家具やグランドピアノ、リモコン付きカーテンなど、一般人では想像もつかない豪華さを誇ります。一方で 斉藤恵子さんは2017年4月から慶応義塾大学院のメディアデザイン科に進学し、2019年には無事卒業しています。これは、彼女が新しい知識を求め、学び続ける姿勢を示しています。さらに、2021年7月には還暦記念の水着に挑戦し、還暦とは思えないスタイルで世間を驚かせました。これらの行動からは、斉藤恵子さんがいかに前向きで、人生を謳歌しているかが伝わってきます。 彼女の現在の生活は愛する家族に囲まれ好きなことをして過ごす理想的なセカンドライフの体現者と言えるでしょういかがでしたか斎藤恵子さんの人生はまさに一つの大河ドラマのよう才能をあふれる女優としての活躍はもちろん私生活でも多くの挑戦と変化を経験されました還暦を迎えてもなお新たな学びに挑み理想的なセカンドライフを送る彼女の姿勢からは多くのことを学ぶことができます この物語を通じて、斉藤恵子さんへの理解が深まったのではないでしょうか。あなたの感想や斉藤恵子さんに対する思い、この動画で新たに知った驚きの事実など、ぜひコメントで共有してください。そして、もっと多くの人にこの感動を届けるために、いいねとチャンネル登録を忘れずに、さらに深い芸能界の物語を一緒に探求していきましょう。ありがとうございました。